ウィロード第5節1戦目、福岡ソフトバンクホークス対ここで打席にはタイが入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ混戦戦のチャンスをしっかりバッター取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。9番バッター、タイ。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。太田が抑えて3アウトチェンジです。打順は1番に帰ります。バッター西川、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。これで3アウト、試合終了。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。